セオドア・ジェームス・ウィルソンはカナダ・アルバータ州カルガリー出身のプロレスラー。現在はタイソン・キットの名で WWE で活動。カナダのプロレス名門ハート家のハートダンジョンでトレーニングを開始。1997年には WWF のカルガリーでのハウスショーでリングに上がっている。2003年、2005年には来日し、 新日本プロレスのベストオブザ・スーパージュニアにも参戦している。その後はカナダに戻り、スタンピードレスリングで活動する。2007年2006年11月に WWE と契約し、2007年2月にナッティ・ナイドハートと共に DSW へ送られる。その後 WWE と DSW の関係が解消になったため、FCW へと移り、活動を続ける。 2009年2月以降はエヴァン・ボーンや DJ、ガブリエルなどと構想する。5月からはデビッド・ハート・スミスとナタリアと共にハートダイナスキィとして活動する。6月のトレードでナタリア、スミスと共にスマックダウンへ移籍する。移籍後はクライムタイムと構想。その後も ヒールとして活動していたが2010年のレッスルマニア26でのブレッドハートとビンスマクマホンの一戦をきっかけにナタリアや DH スミスらと共にベビーターンする。4月25日のエクストリームルールズで統一タック王者のビッグショーザミズ組に勝利し統一タック王者への第一挑戦者となり翌日の RAW で王者組に勝利し統一タック王者となる。 その後追加ドラフトにより、ナタリーやデビッド・ハート・スミスと共に、RAW へ移籍する。オーバー・ザ・リミットでは、クリス・ジェリコザ・ミズ組、フェイタル・ヨンウェイ、マネー・イン・ザ・バンクでは、ウーソズから王座を防衛してきたが、9月19日のナイト・オブ・チャンピオンズのタッグチームターモイル形式の王座戦でウーソズに敗れて王座から陥落する。以降もタッグ王座戦線に絡むが負け続け、 チームは不和となってしまう。11月15日のジャスティン・ガブリエルヒース・スレーター組との試合では、スミスとの交代を拒否し、さらに頭にキックを叩き込んだ。これで、ハートダイナスティは解散となり、自身はヒールターンした。12月6日からジャクソン・アリュースを引き連れて、デビット・ハート・スミスと交渉している。2011年4月に行われた追加ドラフトで、スマックダウンに移籍。 ジョバーとしての役割が続く。NXT シーズン後では、ラッキーキャノンのプロとして出場。キャノン脱落後、吉立と構想を展開。スーパースターズにも出場し、トレント・バレッタと連戦を展開。JTG や、タイラー・レックス、カート・ホーキンスといったレスラーたちと組んだ。2012年8月より、ジャスティン・ガブリエルとタッグを組んで出場。 NXT では12月よりカシアス・オーノ・アンドレオ・クルーガーと交渉を展開。しかし、同月28日のハウスショーにて負傷し、長期欠場となった。2013年9月に復帰。WWE では相変わらず、ジョバーのポジションであるものの11月にナタリアと実生活において結婚。同月4日の RAW では、ナタリアと組んで、ファンダンゴ サマーレイを行い勝利した。2014年5月8日、NXT にて、NXT 王座挑戦権、争奪20人、バトルロイヤルに出場して優勝。15日には挑戦者決定トリプルスレッドマッチにて、サミ、ゼイン、タイラー・ブリーズと対戦し、同時に脱落させたことにより勝利した。29日、テイクオーバーにて、NXT 王座を保持するエイドリアン・ネービルと、 対戦するが王座をダッシュするに至らなかった。6月12日、ネビルとリベンジマッチを行うが敗戦した。19日には、全員と組んで、n x t タッグ王座を保持する、ジアセンションに挑戦するが一度も交代することもなく、全員を見捨て敗戦。ガブリエルと再びタッグを組んで活動。8月7日、ガブリエルとのタッグで、n x t タッグ王座挑戦権。 争奪トーナメントに出場するも1回戦で敗退。9月11日、テイクオーバーフェータル4ウェイにて、NXT 王座争奪フェータル4ウェイマッチに出場するが王座をダッシュするに至らなかった。10月2日、ナタリアの提案で敗戦すれば二度と、NXT 王座に挑戦できなくなるという条件で、ネビルと NXT 王座戦を行うも敗戦した。十二月一日、 RAW にて、セザーロとタッグを結成。ニューデーと構想を展開をした後、2015年2月22日の PPV ファストレインにて、WWE タッグ王座を保持するウーソズに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。3月のレッスルマニア31のプレショーでは、ニューデー、ウーソーズ、ロスマタドールズの4ウェイマッチを選止王座を防衛するも、 5月22日のエクストリームルールズ2015にて、ニューデーに王座を奪われてしまう。4月末のスマックダウンや5月のペイバック2015でリマッチをするが、いずれも失敗。イリミネーションチャンバー2015でも挑戦するも、失敗に終わっている。2015年6月1日に行われたサモア上とのダークマッチの試合中に継椎を負傷。以降は試合を行っておらず。 また2017年より WWE に正社員として雇用され、プロデューサーとして働いている。フィニッシュホールドフィッシャーマンズ式ネックブリーカー、フィッシャーマンズスープレックスの体勢で持ち上げながら横回転を加え、ネックブリーカーで落とす。コークスクリューネックブリーカーと同型。コードブルースナップメアドライバーの体勢から相手を、 肩越しに引き抜きつつ、体をひねるローリングネックブリーカー。コーナー最上段に登って、リングの方を向き、相手の正面に飛びつきながら、相手の頭を両手で抱えて、前方回転する。背中からマットに着地し、相手の後頭部をマットに叩きつける。ダイビング式ローリングネックブリーカー。TJ ウィルソン名義の時は、 スプリングボード式のローリングネックブリーカードロップをこの名前で使用していた。2012年中盤からのフィニッシャー。コールドスナップなだれ式、神風シャープシューターベイビーターンしてから使用するようになった。スプリングショット式エルボードロップ2009から2010年限定のフィニッシャー。以降はつなぎ技として使用している。ダンジョンロックシャープシューターと三角締めの複合関節技。 シャープシューターと入り方がほぼ同じだが、足を相手の腰近くではなく顔の横に差し込み、相手の片腕を引っ張りながら後方へ倒れ込み、差し込んだ足に別の足を絡めて締め上げる。足で相手の首を締めながらさらに何度も蹴ってダメージを与え、そこからさらに本格的に両足で締める。その他得意義ローリングスタンピードなだれ式、カナディアンロッキーバスター。 tj ウィルソン名義時代のみ使用。サイドヘッドロックエルボーバックハンドチョップドロップキック、低空式ドロップキック、各種キックローキック、ミドルキック、ハイキック、ローリングソバットエンズイキリクローズライン通常のクローズライン、スプリングホールド式クローズラインの2種類を使用する。ハートアタック DH スミスとの連携技スミスがベアハックで抱えた相手にキットが スプリングボード式のクローズラインを叩き込む。ヒストリー・イン・ザ・メイキング・ DH ・スミスとの連携技。スミスが相手をパワーボームで抱え上げ、キットがコーナートップからジャンプし、ローリングネックブリーカーで相手の首を捉え、二人同時にマットに倒れ込んで、相手の後頭部をマットに叩きつける。WWEFCWW、ハリー・スミスは GCWMLWW、GC ハリー・スミス・ポア・ W、ハリー・スミス・スタンピード・レスリング・ W、ブルース・ハート、ジャッジ・アナート、ありがとうございます。